ムーキーベッツ、ただの化け物な剣？ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が21日、韓国、ソウルで行われたパドレス戦に、1番、ショートで先発出場。試合は敗れたが、今季1号を含む5打数4安打6打点の活躍を見せた。水原ショックに揺れる中、メジャーデビューの山本由伸が初回にまさかの5失点。しかし、メジャー屈指のスターが存在感を見せつけた。両軍合わせて計33安打26点の大乱打戦で実力を遺憾なく発揮したベッツは試合後、ピッチング、オフェンス、ディフェンスの3つの側面全てをこなせるようにならなければなりません。ベストを尽くして戦い、時には失敗もします。それが現実。ページをめくって前に進んでいかなければならない。言い訳はできない。素晴らしい経験だった。ここに来て、新しい文化を見ることができ、新しい国でプレイすることができて最高だった。と爆破予告や大谷の水原一平通訳の電撃解雇など様々なことで注目された韓国シリーズを笑顔で振り返った。そりゃ大谷が憧れるなって言ってた選手やし、実は大谷よりベッツの方が打者として上って可能性あるのか。あの体ですんごいパワーあるんやな。大谷の打席の7割ぐらい塁にいて、そのうち半分は二塁にいるイメージ。本物のスターやね。しっかりチャンスで打つ。31歳でショートにコンバートされるバケモン。スタイル良くて見た目もかっこいい。175センチには全然見えない。さすがクリーンな MVP 選手だわ。まごうことなきスーパースター。ご視聴ありがとうございました。